ベストナインですね。ショートからいきます。自分たちの代だとそうやっぱね、打つ守る考えたら松井和夫君ですかね。守備だけで言うとね、小坂君なんですけどね、まあ、ベストナインですから総合的に言うと打つ方も考えると松井和夫君かな。セカンドが広島の菊池選手にしときましょうか。昔の人だったらね、篠塚さんとかいるんですけど、この運動神経の良さはやっぱ、ね、守備が天下一品ですからね。三塁手落合さんにしときます。打ってよし、守ってよし、それもコントロールよし、素晴らしい大先輩でいろいろご指導ありがとうございました。うわぁ、あ、フックしてる、あ、巻いてる、早く落ちろ、お、いいね、いいね、いいね、これはいいんじゃない？乗りましたよ。あ、打ってない。打ってない。いい。もっといけ。入れ。ああ。頑張った。頑張った。どうだっけ、吹かないでも打っちゃった。はい、入れた。はいはいはい、このリズムでね。パー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 、ちょっと右側パー、はいパー、はい、そう、やっぱリズムなんですよ。あ、やっぱり野球もね、ゴルフもリズムなんですよ。トークもリズムね。トークもリズム。ベストライン外野手3名の選出をしました。1人目がこれはダントツですね。ね、今年引退しましたけど、マリナーズヤンキースにいたイチロー君ですね。もうこの選手はもう誰もが認める三拍子揃った選手ですね。でもう一人、もう一人は、私たちの先輩になりますけど、西武ライオンズの秋山浩二さん、ね、秋山さんも三拍子揃った、打つ守る走る最高の、ね、選手だと思います。で最後の一人がですね、ヤクルトスワローズメジャー経験もあります青木宣親、私宮崎出身、青木も宮崎出身、後輩選ばせてもらいました。以上です。70ぐらい打たないといけないんですけども、ライ的に打てないから7番ウッドで軽く打ってワンチャン乗れば。ダメだ、全然左行っちゃった。おー、ナイス、ナイス、乗ったけど遠い。やっぱ風、いや、いいよ、ゆき、大丈夫だ。おー、ナイス。こっちも軽くも今度終わった後に全部の方が出ますね。それに入れてれば、あ、入れてる、強いやつ。いや、いいね、いいね、いいね、当たれ当たれ打ちすぎ。入れてる、入れたる。気持ちは分かる、分かる、いいよ、気合だね。ストレスしました？あ、ちょ、弱いとね、なんかちょっと切れた。今焦った。よし、ナイス。あー、ワギー、どのくらいありました？160です。で、打ち下ろしで多分、ね、65ぐらい見ない5ぐらいで、ね、
のは言いづらいですね。ナイスショー、これはいいよ。ナイスショー、いけ、ドラミン来い。ナイスショー、近い、近い、嬉しい。よしよし、バーディー。クラブのクン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 好きなんです。小さい頃から、ね、こんなことばっかりさ、いろいろこうバットで遊んでるんで、出玉したりね、いろいろ。すごい、怖いもん。バントの練習ってこうやってやってましたよ、バント。正面立って。体の正面ですか。その状態で構えて投げてもらったりする。マシンでもそういうことやります。顔に当たる。いや、もうそこはもう自信があるので。動体視力。140キロぐらいまでだった。50、あんまり速かった、ね。怖っ、こんなのあるよ。はい、入れ。まっすぐね。うん、よし。よいしょ。ドカンと入れるよ。お、すら。ダメ。はい。よし。よし。やっとボギーから抜け出せた。いやー、ナイス。よし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 。さすが、最後。最後は。もう超えた。よし。超えた。よし。バンカー超えた。あ、やばい。俺は林だ。よいしょ。あ、バンカー入るかな。よし、寄せて、パあら、なんか俺と似たようなことしてるね。終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一日楽しいラウンド本当にありがとうございました。もう本当に楽しかった。どうでしたか。やっぱりゴルフのね、楽しさ、難しさをね、通過しました。そうですね。田中さんどうしよう。どこですか。はい、僕はもう上出来ですよ。そうそうそう、スーパーショットばっかり。まだまだ精度がね、悪いです。そんなことない。もっとやらないと。もっともっとやりますか。すごいやられてるって聞きますけど、もっとやるみたいです。でもやっぱりさ、俺も何年ぶりかに一緒に回ったけど、でもやっぱプロ野球界ね、現役から OB、やっぱ一番じゃない。いや、本当にこんなに野球以外でもやっぱすごいこう突き詰めていくみたいな。今ってもう野球できないんで、ゴルフばっかなんで、すごい技が、でしょ、技がすごいし、だから俺も野球も大したことなかったんだけど、そのまま言うの。ゴルフもね、あれだけど、歌はうまいと思うぞ。いつか披露してください。今日のじゃあなんか歌ったりとかしないですか。果てしない大空とって感じだな。はい、今日本当に一日ありがとうございました。はい、はいはい、どうもありがとうございました。パーティーもね、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。なんとですね、全員に商品が
あるそうです。ちょっと何があるか見ていきたいと思います。一番下のブービー賞でこの自転車いいです。折りたたみ自転車ですね。これ何なんだろう、化粧品かしら。あ、これ化粧品ですね。キャリーバッグ、これがファイターズ、これがジャイアンツ、これがラウドマウス、これがライオンズ、ブラック&ホワイト、キャディバッグ、あといろいろ家電とかあって、ボールですね、サインボールがあります。バットもあります。すごいですね、こういうバッグもあるんですね。すごい、ホテルのペアチケットみたいなのもありますね。温泉旅行かな。110位、いいな、ホテルいいですね。で、優勝がなんと高級リゾート5招待券。これね、会員制のリゾートの宿泊なんですけど、もし子供さんがいればロングライフリゾートさんですね。実は皆さんね、テレビ東京でもう本当に昨日夜遅く、本当だよお前、すいません俺夜勤の話してんじゃないの土日は、はい、俺唯一の仕事なんだからお前それなんでお前の次の日をこんなな早くもう呼び出すなよお前、すいません何回断ってもダメなんだこいつ俺をどれだけこうやって使ってるかこいつが人生の中でね、本当みんな聞いてくれてる同行範囲の中でこんなに簡単に俺を使う人いないんだからすいません伊達にはげてんじゃねえぞ、はい、これからちゃんとはげろ、はい、頑張れ。ありがとうございました。あの我々皆さんね、我々プライキ OB はファンの方に今まで散々お世話になってきたんです。たくさんの世話を送っていただいたんですよ。それはなかなか恩返しできないんですよ。でも今日は広瀬さんがこういったねコンビに来てくれてね、チャリティーをやっていろんな方々に恩返しできるというそういう社会貢献できればいただいたんでね、今日俺はお前に感謝する。ありがとうございます。今日一緒に回らせてもらったんですけど、とんでもないです、ゴルフが。今のファイターズ栗山どう思うどう思うですか中本さん9年目ですよ。栗山とっくに飽きてるだろう。そうですよねそうですよね。プロ野球で同じ球団が9年も監督やるってすごいですよね。だからいい監督なんだよ。あ、そうなんですか。幸男まだ若いですから絶対幸男がファイターズの監督、俺は、うん、そうですよね。僕も2年前に取り出したんで、いやいや戻らないと思います。いや皆さん本当にファックス流してやってくださいよ。もうあの栗山いいだろうと、もう田中幸男は次期監督とお願いしますよ。そしたら俺は頼むヘッドコーチに一回だけ。そうだったら分かりました。ヘッドコーチ頭で打ってんじゃねえ。お願いします。田中幸男選手でした。では俺のことも気持ちいいです。